P5R のここがロイヤル。楽しみ方いろいろ。本作で追加されたお楽しみ要素、マイパレスの特殊だ。マイパレスはお前たちプレイヤー自身の思いや記憶が集まり形になった特別な場所だ。思い思いのアイテムを飾ったり、マイパレス全体の装飾を変更することができるぞ。プレイヤーは好きなキャラクターに変身してマイパレスで過ごせるぜ。ほら、こんな感じで我が輩の格好もできる。飾れるアイテムや装飾はパレスメーカーっていう機能を使ってカスタマイズすることが可能だ。 P メダルってのがあればアイテムを購入することもできるみたいだ。とんでもって、日常生活やバトルでの目標を達成した証、アワードをゲットすると P メダルをもらえるみたいだ。目標に挑戦するのもいいかもな。そうそう、アイテムを配置すると仲間の認知存在がマイパレスに現れることがあるらしいぞ。どんな会話が聞けるのか楽しみだな。おお、これはあの時の。一度見た本編のアニメーションや特別なイラストを閲覧したり、お気に入りの楽曲を流す機能もあるみたいだぜ。思い出に浸ってみるのもいいな。そしてなんとなんと、マイパレス内プレイエリアでは仲間と大富豪をプレイできちゃうぜ。行くぞ。まずはこんなところか。順番にな。流すぞ。お、切るのか。いただいたぞ。さすがだわ。慎重に。おっさっさ、次に回してくれ。調子悪いな。辛すぎる。楽しい上に B メダルもゲットできるし、一石二鳥だな。引き離す。マイパレス内で仲間とワイワイしながら遊び尽くして、思わず入り浸っちまいそうだな。